もぐもぐもぐ。お、姫、あれを見て。グレーテルがすごく笑ってる。本当だ。何かいいこと。いや、いいことがあったなんてレベルじゃないよ。あのグレーテルがあんな満面の笑みを浮かべるなんて、天変地異の前触れじゃないか。ねえおつーちゃん、グレーテルさん何か食べてるみたいだけど。もぐもぐ。あら、二人ともそんなところで何をコソコソしているの。もぐもぐ。ああ、うん、グレーテルがあんまりいい笑顔だったからどうしたのかなと思って。お菓子を食べていたの。もぐもぐ。至福の時とはこのことを言うのね。もぐもぐ。だけどお菓子ってすごく貴重ですよね。どこで手に入れたんですか。もぐもぐ。これはヘンゼル兄さんにもらったのよ。ヘンゼルさんにもらったって。正確にはヘンゼル兄さんの体の一部をもらったということよ。もぐもぐ。体の一部。おいしいのか。もぐもぐ。ええ、もぐもぐもぐ。よっぽどおいしいみたいだね。これは私の分だからあげられないわよ。もぐもぐ。私たちは大丈夫ですね、おつーちゃん。僕たちは大丈夫だから気にせず食べてくれ。そう、もぐもぐもぐ。それにしても本当にお菓子が好きなんだな。いつもの君とは大違いで意外だった。ええ、お菓子が甘いものが好きなの。甘いものを食べている間は幸福感に満ちているわ。本能が求めていると言っても過言ではないほど。もぐもぐ。これが私の景色リビドーなんでしょうね。もはや運命として受け入れるしかないわ。もぐもぐ。なるほど。グレーテルさん、食べた後はその運動とかした方がいいかもしれません。運動？確かに適度な運動は健康にいいというわね。心に留めておくわ。うん、それがいいと思う。この感じは、姫。ラーラララー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 ラおつーちゃん、いつからそこにいたの。ちょっと前からだよ。もう今日こそは気づかれないと思ったのに。僕が姫の美声を聞き逃すわけがないだろ。たとえ地球の裏側にいてもこうして駆けつけるよ。もうそれよりももっと僕に歌を聴かせてくれないかい。おつーちゃんが恥ずかしいことばっかり言うから今日はおしまいです。それは本当に残念だ。でもいいのかい。本当はまだ歌い足りないんだろ。そんなことないもん。嘘は良くないな。僕が普段どれだけ姫のことを見ていると思っているんだい。顔を見ればそれくらいわかるよ。
僕は子供っぽいからね。だから大好きな女の子につい意地悪してしまうんだ。分かった、そこまで言うなら歌ってあげる。ありがとう姫。ずるいなおつーちゃんは。ラーラララララうだうぎ。ジャックも聞きに来たのかい？うぎぎねえぎり。ララララ踊ってるのかい？だのじ。なかなか上手じゃないか。ララ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 。本当に綺麗だ姫。ララ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 ラ。いらっしゃい。ここが旧河川沼エリアか。これまでとまた違った雰囲気。ここはなんだか住みづらそうね。ハーメルン解放地区は住んだら他には行けない心地よさであろう。いいえ、決してそんなことはないけれど。何を追い出すぞ貴様。久々に噛んだな。あまり騒ぐと無駄にメルヘンを呼び寄せることになるわよ。そんなの分かってるのだ。な、何？獣の遠吠え？もしくは化け物の遠吠えかしら。なるほど、これが僕たちの目的のものだとすると慎重に行かないとな。遠吠えってちょっと大丈夫ですよ姫。どんな獣も化け物も僕が追い払ってみせましょう。うん、頼りにしてるねおつーちゃん。よし、みんな行こう。どんなところか調べるべきね。そうだね。
相手になるわ。これでも味わいなさい。頑張る。逃がさないよ。行くぞ行くぞ。行くよ。受けてみろ。行くぞ。いい気分だ。よし来た。行くよ。しっかりして。相手になるわ。勝ててよかったね。あ、ラッキー。下行くわよ。これでも味わいなさい。頑張る。逃がさないよ。行くよ。全力で行くよ。よいぞ。任せろ。相手になるわ。そろそろ終わりにしましょう。出番だね。そこだ。任せろ。行くよ。我らの勝利だ。レベルアップしたわ。するな。ごてん。小瓶？中に液体が入ってるな。甘い匂いの元はこれだったのか。何に使うものなんだろう。香水ってやつかな。でもそれにしては匂いが強烈だけど。こっちの方から何か甘い香りがするわね。お菓子でもあるの？残念だけどお菓子じゃないよ。ほら、これ。やたらと甘い匂いのする液体が入った小瓶が落ちてたんだ。それは…え？それは、お菓子作りに使われるバニラエッセンスという香料よ。へえ、お菓子作りに使うのか。ねえ、珍しいものが落ちていたわ。これはあなたたちには不要なものよね。そうでしょ。そうに違いないわ。うん、確かに不要だね。これは私が預かるわ。問題ないわね。うん、まあジャックもいいよね。ではそういうこと。すごくいい笑顔で言っちゃった。正しいアイテムを設定してください。
行くわよ。見せてあげる。頑張る。これで終わりに。行くぞ行くぞ。出番だね。全力で行くよ。全力で行くよ。よし来た。よし来た。出会う。うん、いける。私の番だね。よしっと。勝ったぞ。私の力見せてあげる。これでどう？それ。気をつけて。相手になるわ。これでも味わいなさい。私の番だね。任せて。勝つのはいいな。行くぞ。これくらい。我の本気を見せてくれよ。よし来た。さあ、これで終わりにしましょう。出番ね。そろそろ終わりにしましょう。行くよ。行くよ。戦闘終了ね。これでどう？これでどう？戦闘だ！行くわよ。頑張る！レアですね。行くぞ行くぞ！行くよ！任せて！よし来た。やるわよ。勝ったぞ。終わったのね。開いたね。じゃあ行こう。どうしようかな。元気の育てに育つかな。これでよしっと。できたわ。どんどん育つかな。楽しみだな。私の力見せてあげる。それ、それ。
あっ、それ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 、おい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 、行くわよ。これでも味わいなさい。私の番だね。逃がさないよ。行くぞ行くぞ。出番だね。勝つのはいいな。全力で行くよ。この感じは。ぶちのめす。我が相手だ。ぶたばれ。戦闘終了ね。我を称えろ。終わったか。これでどう？らっしゃい。お、ちょっと見てみよう。設定してください。嘘ではありません。
戦闘開始だ。相手になるわ。見せてあげる。私の番だね。これで終わりに。行くよ。全力で行くよ。相手になるわ。見せてあげる。任せろ。手に入れたぞ。
くわよ。
出発進行。味わいなさい。私の番だね。逃がさないよ。いいね、任せて。行くよ。任せろ。行くぞ。勝利よ。当然の結果ね。終わったのね。おい、おい、それ、それ。
行くわよ。まだ貯めるわ。行くよ。逃がさないよ。任せて。全力で行くよ。よし、来た。抜けてみよう。そろそろ終わりにしましょう。行くぞ。みんなのおかげだよ。らっしゃいった。ありがとな。今回の報酬だ。じゃあな。いらっしゃい。浄化したいんだね。世話をかけるな。私だけど、入っていい？姫？こんばんは、おつーちゃん。こんばんは、姫。こんな時間にどうしたの？今日一緒に寝てもいい？一緒に？うん。いや、でもいいの？おつーちゃん慌てすぎだよ。一緒に寝るだけだよ。そうだよね。落ち着いた？うん、落ち着いた。それで一緒に寝てもいい？それは実に光栄なんだけど、姫、何かあったの？いや、嫌なら無理に言わなくても。この前私、ブラドスケルター化したでしょ？うん、水族館アトエリアのことだね。あの時に誰かに頼ってもいいんだって教えてもらったから、だからこうしておつーちゃんに助けてもらいに来たの。僕に？今日はなんだか一人でいると不安で、おつーちゃんと一緒なら安心して寝られると思ったの。そうか、僕と一緒なら。それともおつーちゃんは迷惑だった？そんなことあるはずないだろう。姫と一緒に寝られるなんて身に余る光栄だよ。ありがとう、おつーちゃん。こうしておつーちゃんの手を握ってるととっても安心する。そう、それは光栄だ。こんな時間がずっと続けばいいのにね。姫、これ以上誰も死なない、誰も傷つかなくていい、戦う必要もない、そんな時間がずっと続けばいいのに。
そうだね。僕もそう思うよ。いっそ時間が止まればいいとさえ。おつーちゃん、いなくなったりしないでね。大丈夫だよ。僕は死なない。姫を一人置いていくなんて王子様失格だろ。だから安心しておやすみ。おやすみ、おつーちゃん。あれ？ここ…あ、そっか。昨日はおつーちゃんの部屋で寝たんだっけ。こうして寝顔を見ると普通の女の子だね。私の王子様。本当は誰よりも乙女なのに。好きだよ、おつーちゃん。あなたが私を守ってくれるように、私もおつーちゃんを守るからね。かわいい寝顔。我がいる限り仲間には傷一つつけさせん。行くぞ、我の一撃を受けてみな。あわわ。別に噛んでなどいないが、やはり練習しておいて正解だったな。別に噛んでなどいないが。一体誰に言い訳してるのさ。お、貴様ら、いつからそこにいたのだ。ちょっと前からね。勝手に入ってごめんなさい。でもなんだか緊迫した声が聞こえたから。別に謝ることはないぞ。我を心配してくれたのだろう。うん、何かあったら大変だと思って。ならば別に良い。だがなぜすぐに声をかけなかったのだ。おかげで噛んだところ見られ。あ、いやいや、噛んではおらぬが。それは…さては我に見とれていたな。そうだね、ある意味そうなるかな。母ちゃんは何をそんなに真剣に練習していたの。よくぞ聞いてくれた。我は貴様たちを守るために勇者の練習をしていたのだ。なんだい、その勇者の練習って。勇者とは仲間を守る者。そしていざという時には誰よりもかっこいいセリフを言わなければならない。一体どこからそんな知識を。この漫画に書いてあった。漫画はいいぞ。人間のことや鬼ごっこのことなどはこの漫画のおかげで知ることができたのだ。そういえばあの鬼ごっこは楽しかった。どうだ、またみんなで。ダメだよ、母ちゃん。ダメなのか。母ちゃんは強いんだから。あんな風に遊んだらみんなを傷つけちゃう。そういう意味か。うむ、我は最強であるからな。仕方あるまい。そこまで言うなら諦めるとしよう。仲間を傷つけるわけにはいかぬからな、勇者として。分かってくれたならいいな。まあ、さっきも言ったが、貴様らのことは必ず守ってみせよう。勇者として約束する。だから大船に乗った気でいるがよい。いるがよい。
まあ勇者かどうかは置いといて、仲間としては頼りにしてるよ。これからよろしくね。うむ、よろしくお願いされてやるぞ。あーちゃん、そこ違う、ダメだって。ひゃー、あー、なかなか難しいのだな。ハーメルン、今姫の声が。二人とも一体何してるんだ。あのね、これは違うの、違うからね。何と言われても見てわかるだろう。僕には抱き合ってるようにしか見えないけど。おつーちゃん落ち着いて、これには事情があるの。僕は落ち着いてるよ、姫。こんなことで取り乱すわけがないじゃないか。ああ、落ち着いてるとも。僕は冷静だ。おつーちゃん?というか、何を言っているのだ?今日のおつーは変だぞ。とにかく二人とも離れてくれ。何も強引に引き剥がすことないではないか。それで結局二人はなんで抱き合ってたんだ。母ちゃんがダンスをしてみたいって言ったから付き合ってあげてたの。ダンス?うむ、いずれみんなと踊るときにうまくできなかったらかっこ悪いからな。しかしダンスとはなかなか難しいのだな。この我が転びそうになってしまった。ああ、なるほど。それで姫が抱き留めたってわけか。だから誤解だって言ったでしょ。ああ、どうやらそうみたいだ。だけどずるいな、僕を差し置いて姫と踊るなんて。なら次はおつーと人魚姫が一緒に踊るか。はあ、願ってもないことさ。姫のエスコートとは光栄の極みだよ。もうおつーちゃんたら。ならば演奏は我に任せろ。正直ハーメルンが演奏するって言った時点でこうなる予感はしてたよ。実は私も。少々ロマンチックさに欠けるけど、姫、私めと踊っていただけますか。はい。入室を許す。お返しだ。ここがグレーテルの部屋か。おつーちゃん、もしかして緊張してる？初めて来たから少しね。よし、じゃあノックするよ。はい。僕だよ、ツー。姫も一緒だ。入ってもいいかな。どうぞ。お邪魔します。で、あれ、ヘンゼルはいないのか。ええ、ヘンゼル兄さんはジャックと遊んでいるわ。ヘンゼルとジャックは一緒に遊ぶ。ジャックさんにお友達ができてよかったね。想像しただけでもすごい強烈な光景だけどね。ナイトメア同士、何か惹かれ合うものがあるみたいね。興味深いわ。それで何か用があって来たんじゃないの。用っていう
うほどじゃないんだけど、なんていうか。グレーテルさんが慣れない環境で困っていないか様子を見に来たんですね、おつーちゃん。うん、そうなんだ。ここでの暮らしはどうかな。何か不自由はない？何かあれば遠慮せず相談してくださいね。そう、お気遣いどうも。どういたしまして。やっぱり様子を見に来てよかったね。おつーちゃん、グレーテルさんのこと心配してたもんね。でも様子を見に行こうって誘ってくれたのは姫の方だった。やっぱり姫は優しいな。おつーちゃんが行きたそうにしてたから私が背中を押しただけだよ。優しいのはおつーちゃんの方だよ。姫、おつーちゃん。なるほど、これが二人の世界というものなのね。おい、ごめん。別に君のことを忘れてたわけじゃ。あなたたち面白いわ。はい。あなたたちの仲の良さはまるでつがいのようだわ。オスとメスでつがいになるものだと思っていたけれど、メス同士でもつがいになるものなのかしら。違うよ。つがいだなんてそんな。ではなぜそんなに仲がいいの？それは運命かな。おつーちゃんと私は夫婦なんです。説明が漠然としていてよくわからないわ。僕が初めて姫に会った時、お嫁さんにしてくださいって言ったんだ。つい勢いで。つまり初対面で求愛行動をしたということ？発情期で誰でもよかったということかしら。違うよ、姫じゃなかったらそうは言わなかった。気がついた時から姫のことは特別だったっていうか、僕の運命の人だって直感で分かったんだ。おつーちゃん、姫はあの時どう思った？いきなりお嫁さんにしてほしいなんて言われたからびっくりしちゃった。でも全然嫌じゃなかったの。だから私も思わずおつーちゃんにお嫁さんじゃなくて王子様になってってお願いしたんだよね。お嫁さんと王子様では全く別物だけど、あなたたちの馴れ初めを論理的に解釈することは難しそうだということだけは分かったわ。でも論理的でないところも面白い。言葉では簡単に説明することができない感情、行動理由。素晴らしいわ、あなたたち。観察対象としてますます興味が湧いてきたわ。そう。ねえ、あなたたちはすでに性交渉はしたの？うっ。何を動揺しているの？私は事実を確認しただけよ。僕たちは清らかな関係だから、そういうことは全然。まだなの？だったら初めての時は私も同席させてもらってもいいかしら。え、その困るよ。そもそもそういうのは誰かに見せるようなことじゃないと思うし。おつーちゃん、論点がずれてる。邪魔にならないように見ているわ。なんなら背景に同化してもいいけど。そういう問題じゃないんだってば。とにかくこの話はこれでおしまい。じゃあ僕たちはこれで。グレーテルさん、失礼します。お嫁さんに王子様、それも景色リビ由来の言葉だったのかしら。面白い二人、研究意欲をかきたてられるわ。それに気がついた時からね、景色少女か。いろいろと喋ることが多そうね。何か用？善は急げよ。
こんな部屋も悪くないわ。私からもプレゼントよ。